先日視聴者の方から「部落はどうやって見分けたらいいですか?」というね直球な質問をいただいたので今回それをね解説していこうと思うんですけどもまず注意していただきたいのは部落あるいは被差別部落っていうものは明確な定義がないのでそもそも100%こうだっていうことは言えないとあとは童話地区に関してもまあ建前は非公開ということがあるので。 そこも、ね、結構水掛け論になってしまうところがあるんですねだから絶対100%正しいということはなかなか言えないということは注意していただきたいのとあるいは地域によってもね相当制度が違うそれは江戸時代の制度の違いもあるしそののの対策の法律の運用いいう違いもあるんです、ね、で今回ね一応テーマとしてね非常にいい場所があるのでちょっとねそこをテーマに解説していこうと思います。 実はね埼玉県の熊谷市に行った時にこのパブリックダイナー大衆食堂加害食堂のあるところは部落みたいなことをですね地元の人から聞いてじゃあそれは本当なのかっていうところをまあ検証していくっていうことをねやったことがあるんですねで「小江塚のパブリックダイナー小江塚」なんか地元には小江塚って言ったけど地図の上じゃ小江塚ってなってますね小江塚のパブリックダイナーあここにありますねパブリックダイナーでまずね やっていただくのは、まあ、ある地域がありましたと、ここは部落なのか確かめたいという時は、まあ、その部落の地名と部落で検索すると、ググってみるっていうのが一番早いっていうのがあるんですね。そうするとですね、例えば、ほら、部落解放同盟埼玉県連合会が出てきますね。あとは、あここになんか、あこっちはなんかあれですね、小泉にある出てきますね。小泉 の3じゃあこいつが715の3に何があるんだっていうのをこうやって地図で見てみるわけですねそしたらあれ確かにパブリックダイナーの近くに何かあるぞと、うん、ところがねここででちりしちゃいいけないんですよその解放同盟のあるところが部落かっていうとこれは絶対確実には言えないここでねさらにね状況証拠を探していく必要がある。 でその時に、ね、役に立つのがャクマップですねコンマップマップで今小井塚のたりを見てるんですけども確かにね小井塚っていう名前ありますねでこの辺に多分パブリックダイナーがあるんですねただねここでね注意しないといけないのはその地名だとかねあと行政区画とかそういうものにね とらわれてはいけないんですね、えー、部落っていうのはまあ全部じゃないけど全般にね枝号って言ってその本村の付属の村だったっていうことが多くてここはいかにもね本村ですよねだからここが部落であるかっていうとそうでないこともあるのでそこは注意して見てやる必要があるんですそこでじゃあどんなツールが役に立つかっていうとこのマッポンですねこれはね名字を 苗字の分布を見るることはできるんです、ね、で、きんすねちょっとこうやってね小石塚の辺りの苗字をこうやってね見てみるとですね、えーまあ、パブリックダイナーのある辺ありこの辺ね、まあ、風間とか多いですね風間ってあれですね熊谷に多い苗字ですよねあと飯田っていうのも多いですよねちょっと風間の分布を見てみましょうかこう,やってやるこうやってやると,、えー、と風間の分布が見えるんですよあなるほど確かにねこういうあの 小泉には風間が多いとでしかもねあの金着マップで言えばこのだいたい主要な部分があったところに集中してますよねで地元の人の話っていうのをねあんまりね当てにならないことが多いんだけど多分たまに合ってるっていうことがあって熊谷のあたりだとあの菊池というのがね部落に多いっていうふうに言われるんですよねだから 菊これ表記の揺れがあるんですね池だったり地面の地だったりということがある,あるので「菊」という文字を含む名字っていうことで文法を見るとここにはないですね。でどっちかっていうとこの北の辺りパブリックダイナーよりちょっと北の辺りこの辺に集中していることがわかるでしょう。う改めて埼玉県熊谷市小石川で検索してみるとこうやって小石川の範囲が出てくるでしょう。 風間性が多かったのがこの辺りで菊池とか多かったのがこっちのここから北の方なんですね。でさらにこの辺に多いというのがこの「マッポン」というツールでわかりますよね。でこれ重要なことでこの行政区画にとらわれてはいけないっていうのが大体主要部分っていうのは真ん中ぐらいにあってで枝子っていうのが結構隅っこにあるんですよね。だから 実はね部落っていうのはこの境界線の近くにあったりっていうのは実は多いんですよこの本体部分は部落ではなくて境界線にあるっていうのは多いんですよねとするとやっぱねこの辺りっていうのが一番可能性が高いだろうっていうことになってくるわけですでここでねさらにググるときに部落じゃなくて動画で検索してみるとそうするとね集会所なんていうのが出てくるでしょ熊谷市のページでそしたらほらほら これ童話施設だっていうことはここに書いてあるでしょ集会所その童話問題のだから童話施設だっていうことを熊谷市が盛大に公開しててそこに小泉集会所があるとまあ住所は書いてないですねただ住所は書いてなくてもこうやってね「小泉集会所」ってやったら、うん、出てきますね地図ででまさにあの菊池っていう名字が集中してるあたりで なおかつ小泉の行政区画の隅っこの方ですよね。で役所はねよくこう童話施設だからって言ってね部落にあ,あるのは限らないとかヘリクスこねるんだけどまあ確かにそうですよ絶対部落にあるとは限らないですよでも大体近くにありますよ。こうやってね、えー、実際降りてきてこうやって見てみるとですねこれですねこの建物の作りがねいかにもね昭和50年代なんですよ、まあね、まさに童話対策の頃の。 作りなんですよねこの辺の辺建物とかだからこれは東亜対策の施設ですねでそしてこの北側この辺りですね菊池生が多かったのはだからこの辺っていうことがわかるわけですあとはこうやって二子一住宅とかこういうのありますよね公園施設が集中してるとちょっと実際ねこうやって降りてみて風景を見てみると。 まあこんな感じですねでもまあ言われなきゃねそう,そうそう部落っていうふうには分かんないかなっていうところですねやっぱりああいう童話施設があると分かるっていうところですね。それで改めて見るとね、えー、ちょっとね気が付くところがあると思うんだけどもよく白山神社のあるところは部落っていうんだけどもここ白山神社ないんですよね。 だからね、ここはもう例外に入ると思います。根弱マップで見ると、えー、だいたいここですね。ここ。ただ、このネズミ塚って書いてある、この辺りはね、これはブラックかどうかっていうのは、なかなかちょっとね、断定できない。可能性あるんだけども、ちょっと断定できない。でも、この辺りにね、そういう童話施設があるわけだから、この、 小泉本体じゃなくてこの北の方にねこうやって昔の地図に書いてあるこの辺りこの辺りはやっぱり部落だったんだろううっていうふうに考えることができますだから部落をどうやって見分けるかっていうのはね地元に行って見てじゃあ地元の人の話を聞いてっていうのはあまり当てにならないっていうふうに考えた方がいいです。 地元の人の話を聞くっていうのはまあ当然参考になるんだけどもやっぱりそれにプラスしてちゃんとこういうね明治時代の地図とか文献とかあとはこういう行政の資料だとかそういうものとちゃんと付き合わせてでそれでどんどんこう角度を増していくと。まあせっかくなのでもう少し解説しておくとですね白山神社が部落に多いっていうのは。 この関東地方あと静岡県あとは信州ですね長野県まあ、そのあたりの限定の話ですで、なおかつ白山神社のあるところイコール部落っていうことはないですあくまで部落に白山神社があることが多いっていうだけで当然白山神社のない部落もあるし白山神社があってもそこは部落でないっていうこともありますよねあとはこの童話施設についても童話施設というものが存在しない 部落っていうのも同話地区っていうのはあります。そういうのは例えば広域林保って言ってね、市役所が直接同話対策をやってたりだとか、あるいはその離れたところにある林保官が対象になってたりっていうこともあるわけです、あとはですね、まあ、歴史の話でいくと他にも宗教っていうのも重要ですよね。えー、顕著なところだと、そうそうあの検索するときにね、Google だけじゃなくてこのダックダック号を使った方がいい場合もあります。 Google だと公共機関のページがよく出てくるんだけどダックダック号はねほんといろいろ出てくるんでこれで例えば大谷派新種大谷派のブラック G の一覧とかこんなんもう盛大に文献に出てるんだけどもこれだとね面白いのはね鳥取県なんかはねほとんどなんかもうほとんどね大谷派イコール 部落に近い状態なんですねこれ鳥取なんか鳥取の大谷派の寺院のブラック団体ってのを見たらほとんどこれ県内のブラック網羅してるんですねただまあもちろんね例外があってブラックとは関係ない大,大谷派の寺っていうのも鳥取県にあるんだけども鳥取県じゃもう9割近くブラックなんですよね大谷派はただ全般的にはですねやっぱり滋賀で滋賀とか大阪とかあとは 奈良の辺りでも大谷派よりやっぱね本願寺派が多いですよね。で関東だとですねあのじ、えー、と東京の辺りだと次州が多いと静岡県の辺りだと日蓮州が多いこれはやっぱ江戸時代の政策によるっていうところが多いですね。でさっき紹介したね熊谷の辺りなんかはここはあの宗教いろいろですね曹洞州だったり禅州も結構多いですね。 ということでまあえっ、ー、と部落かどうか見分ける方法っていうことになるとやっぱあの以上が、まあ、答えになるかと思います注意しないといけないのは地域性があるということ絶対ということといといいいううここはなだからまあよく研究してですね、えーまあ、なるべく100%に近い覚悟で特定していくっていうことはできてもそのもう絶対そうだろうってね確信したとしてもあ実は違ったっていうことはあるんで。 そこはあくまで学問なのでちゃんとねあの常に疑いの目で見るっていうことを考えた方がいいと思います。ということで今日の、ね、啓発動画でした。